こんばんは。こんばんは。今日は夜ご飯を作ろうと思います。イエーイ。久々の料理配信。何を作るでしょうか。よ。よ。まず取り出すのはこちら。じゃん。まずはこれです。私の大好きな玉ねぎ切っていきますね。じゃあ切っていきます。久々に一玉触ったな。皆さん初めて聞く方もいらっしゃいますかね。私の玉ねぎを切り落とす音。わ、最高。このか、この匂いが大好きなんや。やばい、ちょっとちるってるかもしれない。玉ねぎのこの匂いちるってるかもな。よいしょよいしょ。そっか、なんか初めてぐらい、初めてかな。いや、何回かあったか。エプロンした。全然手元映らない。映らない、全く。似合ってる、本当に嬉しい。え、めっちゃ可愛いタワー着てる。なおさん、ありがとう。ちょっと後でありがとう。そうだよ。みんなの理想、みんなの理想の姿かもしれない。まず今日の目標は怪我しないね。いつもしてないけど。よし、できました。準備できて、でこれをどうしようかな。1/2ぐらいしか使わんかな。半分に切ります。
玉ねぎスープでも作ろうかな。半分にして、でどうしよう、まず、やばい、くしゃみそう。よし、じゃあ半分にして。これはソースに入れるやつね。よし。ソース。一旦これは炭に置いときまして。みじん切りを作ります。こちらはシート崩みです。まず切れ目を入れますね。で、横にも入れて、よい。横にも入れたら、ここを力切っていく。楽なんだ。よいしょ。やべやべ。バランス。バランス大事に。
やばい、なんか目が、というのは今日私めっちゃ寝てて、今日私今日寝てて、あんまり体調良くないんですけど、それでそれもありそう。エプロンが取れた。はいはいはい。やっぱね、気持ちを込めて作ると美味しくなるんで。でもちょっとなんかそこまでみじん切りにせんでも、シャキシャキ感が。残るのもいいと思ってるんで、ここら辺にしようかな。なんか右肩から音がしたんだけど、作ろう。今日はゆっくり作りましょう。味わって作りましょう。これがいいかな。よし。どうしようかな。次なんだっけ。次なんだっけな。結びなさい。てかここがちょっと普通にここ結び直しても見えないか。みんなエプロンしか見てない。え、エプロンしか見えんっていうのもある。ハンバーグ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 、じゃあ具材を入れていきますか。よいしょ。何入れようかな。何かな。中に。合いびき肉。合いびき肉がなんかさ、ちょっと多いやつしかなかったんだよね。
く作る。よいしょ。カレー作るのもいいね。よし。で、パン粉 20g。パン粉20。このぐらいかな。20でしょ。で、塩と黒胡椒。と、卵。やばいやばいやばい、失敗した。失敗なの、失敗なの。大丈夫か、大丈夫か。して全肉ね。肉を、半分ぐらいかな。これでいいか。これでもう混ぜていこう。200g か。もう考えていいか。よっ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 。ミンチやー。
じゃ、保管するんじゃ、保管するんじゃ。混ぜるか。よよ。キャなんですか、なんか文句言ってますか。なんか文句言ってますか、私の料理に。私の料理に何か文句でも。え、誰。誰が言ってる。持ってこようか。持ってこようか。大丈夫ですか。あれ、赤味噌がないな。赤味噌も入れないかん。赤味噌も入れな。どんぐらい入れるやつかな。ね、大丈夫？赤味噌。このぐらい入れるんやったか忘れたけど、多分このぐらい。ハンバーグ作ったりよ。知ってる人おる？多分このぐらいじゃない？このぐらいよね。いや違う、このぐらいな気がする。よし、おお、匂いが変わりました。よし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 。やはり運が良いぞ。2個ぐらい作って明日の昼ご飯にし。
何ですか、なんか、なんか言ってますか。白くなるまで混ぜればいいから。そうよ。これがね、結構力技。ハンバーグ作ってるって書いた方がいいかな。まだまだまだじゃあ。よし、これいいんじゃね？というか。白いね。ね、そう、もうこれこれでこれ、いやもうね、手、もう手と一緒なんやこれ、言ってしまえばちょっとすいませんけど、やし、私の手よりも大きいからしないは一緒なんですよ。すみません、みんな、またみんなの夢を壊してしまった。またみんなの夢を壊してしまったの、私もしかして。そう、で、私よりもこれなんかこう端っこみたいなところが使いやすくて。角が使いやすい、逆にね、逆にこう全然この逃がさず、ここら辺を逃がさないんですよ。これが高尾さやか、高尾さやか流。そう、めっちゃ混ぜやすいやんみたいな、こんなんめっちゃ混ぜやすいやん。料理は、料理はこれよ。料理とはこういうこと。よし、できたぞ。
シュシュシュしたら、オリーブオイルか。あとなんかこのハンバーグの、作り方なんですけど、これがこねるんじゃなくて混ぜるんですよ。それがポイントなんだよ。同じフライパンにバターバターバターとかあったっけ。玉ねぎを加え、よく炒める。そしてそしてソースを混ぜて、なるほど、オーケー。そしたら、そしたら、よいしょ。じゃあ、ここでもうハンバーグの形を作ろう。ここで作って、ちょっとすごいな、ここでハンバーグの型を作るなんて。からの、天才なの？天才すぎて、天才すぎるんじゃない？ほら、やべ、すごくない？でまず作ります。ここでまず、イエーイ。高尾さかり流。これ、空気。ちょっと空気抜かそうかなって。違う、空気抜かしとんのよ、これで。空気抜かしとん。
誰かなんか言ってますか？誰かなんか誰かなんか言ってる？これ以上言ったら、まあ、まあ、これでいいでしょう。これでいいでしょう。どうしました？皆さん。皆さんどうしました？何かありました？なんでそんなに怯えてるんですか？え、どうしました？え、なになに？私にはよく分からんけど、何かあったんですね。私にはよく分かりませんけど、よし、形を整えまして、あ、こんな感じで空気が抜けたでしょう。なんて効率がいいんだ。よっしゃー、効率良すぎるわ。そしたら、やばい、オリーブオイル入れてない。やばいやばい、やばいやばい、ちょっと心配させて。血肉混ぜて、もうね、もう自由に自由にしますから。じゃあ泣きますね。いきます、イエーイ、泣かせました。丸めて焼き色をつけて、黄色をつけます。これが焼けたら、ソースを作る。ね、あれできそうやな、怖いな。
黄色だけついたらもういいんだよ。作ろう。リンゴかわ、リンゴに焼き色をつけて、潰しすぎてさ、平べったくなってる。潰しすぎたんだけど。火が通りやすい。ジュージュー言ってる。ちょっと焦げてるけど、そしたらあった。あ、あった。あった。
あるじゃん。ウスターソース、ケチャップ、デミグラスソース、ケチャップ、ケチャップ、ウスターソースが、どこの男だし、ソース、デミグラスソース、ケチャップ、水、ケチャー、ケチャップがない。嘘だろ。嘘と言ってくれ。ケチャップ。どこなんだ。ケチャップ。というわけでケチャップがいなくなりました。なしでいきます。というわけで、玉ねぎをそしたら炒めていきますか。ケチャップ、どこ行ったんだ。デミグラスソース大さじ4、いや、玉ねぎ炒めたんなかった。こういうこともあるよね。こういうこともあるのよ。
奥義、奥義、ここで端っこで痛め端っこで痛め作戦。奥義、端っこで痛め作戦、果たしてどうなるか。もうソースが絡み合ってあんまりしなっている。このぐらいでいいだろう。というわけで、次はデミグラスソース大さじ4。見ちゃった空の、水がここ、めっちゃ良いわ。今回ケチャップはないけど、ソースとしては機能してますね。よし。暑いな、めちゃくちゃ暑い。したらソースが作れましたら、ハンバーグを戻そうと思います。上にかけて、
よっしゃわ、水が冷たい。みんなはもうご飯食べたのかな。食べとるよね、うん、私が遅かったか。食べたい？どうしようかな。美味しくできるかな。暑い。反対にして。
そろそろ良さげですね。いい気がするけど、暑い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 、白姿ブロン姿全身見せてないですね。ちゃんと遊んでる。ですね。そう、ここに手にした。よし、もういい気がする。よし。よっしゃいい。できました。パチ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 、やばい、できました。イエーイ。写真撮ろう。
セントールさん、何にしようか。美味しそうには見えないけど、ここら辺でしょ。パーク作った。よし。パチパチ。どうしようこれ。食べましょうか。食べよう食べよう。ではいただきます。いただきます。うん、おいしい。うまうまですわ。おいしい。食欲も戻ってきた模様。おいしいですね。リリーさん、ありがとう、くも。ありがとう。どうしよう。じゃあこれは一回配信終わろうかな。配信終わりますわね。もうね、暑い。
暑い、なんか暑いな。ちょっと一旦涼みたいな。一旦っていうかどうしようかな。食べたらまた考えますね。じゃあねー。バイバーイ。